こんにちは、えー、島津です今日はですね検索上位あー、検索順位が上位に行くための仕組みっていうのをお話ししたいと思います。ちょっとスーッと今録画してて、えー、滑舌悪いですけど、勘弁してください。あの検索順,順位が上位に行くための仕組みっていうのはですね、まあ、滞在時間が大事とかね、よく言われるんですが、 ええとですね。まず、Google さんと、僕たちとの、あの、兼ね合いになるわけじゃないですか。これっていうのは。で、Google さん的には、例えばじゃあ、なんか記事書きますよね。A っていう記事を書いたら、例えばじゃあ、22とかに、だいたいね、ここで乗っけるわけですよ。そうすると、 これを何人か見,て見に来ますよね。じゃあ2人だったら2人とか始め。2人来たら、この人たちの行動を見るんですよ。ページをスクロールしてるとか、しっかり読んでるとかね。とか、えっ、ー、と、滞在時間がどのぐらいあるか。例えばここで滞在時間が2人とも10秒ぐらいでもう終わってたら、あ、この記事は、 全然価値のない記事だって判断されるわけですよね。それじゃあだんだん下がっていきます。逆に、じゃあ滞在時間がじゃあ3分とか4分とかね、ある記事だったら、あ、なんかこの記事なかなかしっかり読まれてるなって言って、上に上がってきますよね。例えば20位とかに上げ,上げてくれます。そしたら20位に来たら、2人だったのがじゃあ5人とか見るようになるわけですよ。そしたら5人の滞在時間がね、 例えば、じゃあやっぱり3、4分あるんだったら、あ、やっぱこの記事いいなって言って、で、次の日とか、まあ3日くらい経ったら、この、えぇ、ー、15位とかなってくるわけですよ。で、そうするとやっぱもうちょっと見てくれますよね。10人とか見てくれて。で、滞在時間がすごい長いなってなったら、上に上がってきますね。10位とかで、1ページ目に表示されることになるわけじゃないですか。 1>, 1ページに目にこう表示されますよねで。1位から10位とかまであって、ここにじゃあ記事が投稿されました。じゃあ5位ぐらいだと、なんか B という記事があってね、他の人が書いた。えー、これを毎日じゃ30人とか見るとしますよねで。滞在時間が3分ちょうどだとしますよ。じゃあ自分が書いた、えー、記事が滞在時間ね、じゃあ20人見ますと。 滞在時間が3分30秒あったら、あ、こっちの記事の方が価値があるなあって言って、こう上がっていくわけです。だんだん4位とかに。で、A に行きますと。4位行きますと。じゃあ1位の記事の滞在時間が何ですか ?3 分20秒とかとしたら、やっぱりここで3分30秒。で、こ,こ50人。50人見て3分30秒が平均滞在時間だったら、 こうやって上がってきます。で、1位に上がっていくわけですよ。で、これがだいたい3ヶ月ぐらいかかります。あの、ちょっと記事とかにもよるんで、これはアベレージだと思ってください。あの、すぐに上がる場合もあるし、えー、3ヶ月経っても上がらない場合もあります。大体3ヶ月だと思ってください。大丈夫ですかで、3ヶ月っていうのはすっごいポイントなんですよ。えっ、ー、と、前に、ちょっとごめんなさい。えっ、ー、と、 ちょっとまとめますね。だから滞在時間気にしてください。で、あとクリック率っていうのも結構大事です。滞在時間と、滞在時間とクリック率です。えっ、ー、と、ここに10位に来たのにクリック率が全然ないとか、少ないとかだと、 あんまり必要とされている記事じゃないかもしれないって思うわけですよね。そうするとまた下がっちゃいますし。えー、大丈夫ですかで、滞在時間が3ヶ月がすっごいポイント。っていうことは、3ヶ月後に、あの、クリックされやすい、いっぱい検索される、えー、記事を書きたいんですよ。例えば今日、僕今喋ってるのが10月、えっと、 18日なんですねそうすると1月18日ぐらいにやっといい記事書いたら1位とかになっているって話ですよだから今からクリスマスの記事書いたりするとクリスマス記事書くともうちょっと遅いですね2ヶ月しかないからだん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 順位上がってきてもしかしたら 多分8位とかね、入れると思うんですけど、クリスマスがめちゃくちゃボリュームあるんで、8位でも相当集まると思いますよ。クリックはね、1000とか。集まると思うけど、でも、やっぱ1位に来たいわけですよ。そしたらもう何万って来るんで、うまくいけば5万 PV、8万 PV。僕はこの前書いた、あの本当、ショーネットオレンジのの記事書いたんですけど、それは1日8万 PV とか集まってたし、まあ、それ以上行っちゃうと、あれがパンクしちゃうんで、あんまり。 厚い未来ってももんででないんですけどとにかく3ヶ月前に仕込むというのが基本です。3ヶ月後に1になるようにしたいということ。だから例えば今10月18日だからお正月も過ぎて節分ぐらいの節分とか狙い目ですよね。節分。節分が2月2日ですよね。で、この辺とか狙い目ですね。節分とか1月18日ぐらいって何がありますかで考えてやっていくんですよ。 で考えるというか、Yahoo の、えっ、ー、と、Yahoo なんだっけ ?Yahoo イベントポータルみたいな、なんかそんなのがあるんで、それ見て、えー、記事を仕込んでいくと。で、もちろん記事の内容は、誰よりも滞在時間が長くなるような記事にする必要があります。で、そのためにはライティングの能力は絶対に必要なんですよ。えー、もちろん動画とかを埋め込むっていうのも大事だし、 で、あんま埋め込みすぎると、ページ自体が重くなって、えー、開くまでに時間がかかると、もう一瞬で閉じられたりするんで、そういう兼ね合いが必要。大体いい動画は多くても2つぐらいにした方がいいですよ、基本は。で、画像もあんまり大きいのをバンバンバン,ン入れると、本当に遅くなっちゃうんで、えー、もう適量にしてください、本当に。あんま言えすぎるのも良くないです。あんま、重いのが良くないですからね。えー、まあそ、それから X タワーと X タワーの、 設定とかでなんか早くできたりもするんで、あとはワードプレスだったらプラグインで早くするやつとかもあるし、まあ、そういうのをうまく使ってページの速度を上げるとかも大事です。大事です。うん、本当に。で、あとライティング本当に大事なんで、まあ、その辺は僕のこのチャンネルの中で、えっ、ー、と、ライティング能力の話を書いてるんでいろいろ、それぜひ見てください。あとは、えっ、ー、と、 アドセンサーフィーやるんだったら僕のメルマガで初心者があのしっかりアドセンスできるようになるような方法とかも一から説明しているのでぜひ登録よろしくお願いします、えー、ではチャンネル登録もお願いしますしました